午後2時前、札幌市豊平区平岸3条18丁目の平岸通りで、自転車で道路を横断していた80歳の男性が右から来た乗用車に跳ねられました。男性は肋骨を折ったとみられ、病院で手当を受けています。命に別状はありません。乗用車を運転していたのは42歳の男性警察官でした。警察によりますと、現場近くには、 横断歩道や信号機はないということで、警察は男性警察官から当時の状況を聞くなど、事故の原因を詳しく調べています。